よみファミチャンネル。よみファミチャンネル。やっぱり歌がうまいところですよね。うん、本当に、なんていうんですかね、声も素敵だし、なんか一回、翼くんの歌でスパニッシュの場面をね、踊らせていただいたことがあって、その時にあのマントを持ってたんですけど、なんか本当に彼女の歌と自分の心が相まって、なんか炎が燃え上がるような感じで踊れたので、なんかとても気持ちよかったです。本当ですか？はい、はい、ヤンさんの魅力は、ヤンさんって思ったことが全てこう表に出るじゃないですか。いいんですか？すごい、すごい、すごく素敵なことだなと思うんです、表現者として。だから、ヤンさんがあの心からこう、いつもこう、真心込めて、こう、お客様にお届けするって、ね、感謝の気持ちをっていうのをすごくおっしゃるのを、やっぱ舞台上で、なんかこう、吹き出しのように見えるというか、なんていうか、こう、思ってらっしゃることが、こう、出る。だからそれがやっぱお客様にダイレクトに伝わるから、こうお客様にこうありがとうってこう表現をされている先のお客様を見るのは私はすごく好きなんですけど、その時のお客様から出るほわーっとしたなんか喜びというか、あ、こういうのがやっぱ生の舞台の魅力だよなっていうのを、私はヤンさんを通してこういう生の舞台の良さをこう知ったというか、あれなので、なんかそのいつも思われていることをこう表現あのとしてこうお客様にこうお伝えされているところが大変魅力だと思っております。ありがとうございます。恥ずかしいですね、なんかね、こういうのね。ヤンさんはあの、はい、もう見た目通りの方ですか？なんかもうすごくもう明るいオーラが出てて、もう いるだけでこう、なんだろう、いや、ほほすぎると思う。でもそうです、そうです、もう太陽のようなお方だと思います。でもやっぱり人一倍劇団のことをやっぱ考えてらっしゃいますし、どうしたら劇団もっと良くなるかとか、どうしたらお客様に喜んでいただけるかっていうのをやっぱり常に考えてらっしゃるので、やっぱそれがやっぱ舞台にも全て出ていると思います。ありがとうございます。素晴らしい後輩ですか？いやいやね、もうね、ほんとこんな褒めてもらってありがたいです。でも私だけじゃなくね、もう翼くんはじめ本当に劇団員みんながやっぱり OSK がどうしたら皆様に知っていただけるかとか、いい劇団になれるかとか、このまんまもっともっと高みを目指せるかっていうのを各々が本当に考えてる劇団だと思うので、うん、これからも頑張っていかなきゃなって思ってます。参ります。読売ファミリーをご覧の皆様、こんにちは。 OSK 日本歌劇団のヤンリンです。翼和樹です。私たち4月6日から14日まで大阪松竹座にてレビュー春の踊りを上演いたします。第1部は日本もののレビュー賞、そして第2部は洋もののレビュー賞、豪華2本立てのレビュー賞となっております。はい、ぜひ見にお越しください。劇場でお待ちしております。